ヘンリー4世は、ランカスター朝最初のイングランド国王。エドワード3世の第三子ジョン・オブ・ゴーントと,と、初代ランカスター公ヘンリー・オブ・グロスモントのジ,ジョ・ブランシュの長男。リンカンシャーのボリングブルック城で生まれたので、ヘンリー・ボリングブルックとも呼ばれる。即位前は、ヘレフォード公、ダービー博、ノーサンプトン博、レスター博。 1380年、第7代ヘレフォード博、ハンフリード・ブーンの次女メアリーと結婚。メアリーの姉エレノアは、ヘンリーのおじの一人グロスター公トマス・オブ・ウッドストックについでいるため、二人は親族と同時に愛向この関係になった。メアリーは1394年に死去したため、王妃にはなっていない。いとこのリチャード二世とは対立し合う関係で、 グロスター・コーラと共に卒位派貴族のメンバーに加わり、1388年の無慈悲議会で国王の側近追放に一枚噛んでいる。直後に、父が卒位派貴族とリチャードに世双法を仲裁したため、ことはそれ以上発展せず、ヘンリーは1390年から1392年にかけてドイツ騎士団のリトアニア遠征に加わっている。1397年、 リチャード2世が復讐を企てグロスターコーラ、卒位派貴族を追放、処刑した際、ヘンリーは例外としてヘレフォード校に除されたが、翌1398年、リチャード2世にノーホーク校、トマス・モーブレートの居かいを咎められ一転して、追放処分を受けた。フランス・パリに追放されたヘンリーは相続権を奪われ、翌1399年2月に、 父が死んで残ったランカスター公領も没収された。同年5月に、リチャード2世がアイルランドへ遠征して、イングランドを開けた隙を見て7月4日に、イングランドに上陸。ノーサンバランド博ヘンリー・パーシー・ホットスパーフ氏と、ウエストモーランド博、ラルフ・ネビルら北部貴族の協力を得て8月には、遠征から帰還途中のリチャード2世をウェールズとの国境で破り、リチャード2世を逮捕した。 そして9月30日、議会は、リチャード2世の敗イ,イとヘンリーの大位継承を議決。ヘンリーは、国王ヘンリー4世に即位して、ランカスター朝を開いた。だが、知性の初期からヘンリー4世は続発する反乱に、苦しめられ、1400年1月に、リチャード2世の長身が、無本の容疑で捉えられた。元エクセター公ジョンホランドとの元サリー公トマスホランド、 ソールズベリー博ン・モンタキューと、モトグロスター博、トマスルディスペンサーの4人は、抗原祭でヘンリー4世暗殺を計画していたが、すぐに発覚して、全員処刑された。しかし、これはまだ始まりに過ぎなかった。同年、ウェールズの豪族オワイングリンドゥールが反乱を起こし、15年にも、なる長期戦が開始された。スコットランド貴族のダグラス博、ハク アーチ・ボールド・ダグラスも来た、イングランドを荒らし回り、反撃に向かった、ノーサン・バランド・ハク氏が1402年9月14日のホームドンの丘の戦いで、ダグラス・ハを捕虜にする勝利を飾ったが、ヘンリー4世は、ダグラス・ハの引き渡しとスコットランドからの身の白金を要求したことで、パーシー家とも対立、彼らをダグラス・ハとグリーンドゥールへ結びつけてしまった。ヘンリー4世は、 反乱軍討伐へ向かい、1403年7月21日に、西部のシュルーズベリー近郊で、ホットスパーとダグラス博の軍勢と激突した。この戦いに勝ちホットスパーを打ち取ったヘンリー4世は、戦闘に参加していなかった、ノーサンバランド博を謝免したが、グリンドゥールの反乱は収まらず、フランスがグリンドゥールを支援、ノーサンバランド博が1405年に、ヨーク大死教。 リチャードスクループ、ノーフォーク博、トマス・モーブレーラと組んで、再度反乱を起こすなど、なお目標に悩まされた。だが、長男のヘンリー王大使、ウエスト・モーランド博らの働きもあって、それらは鎮圧され、大主教とノーフォーク博は処刑、スコットランドへ逃げ延びた、ノーサンバ・ランド博も1408年にブラマム、ムーアの戦いで敗死して、北イングランドは、安定を見捨てた。 グリンドゥールも討伐に向かった王太子の軍勢に破られる中で行方不明となり、ウェールズも情勢が落ち着いたことで晩年の治世は安定した。1405年の反乱平定以後ヘンリー4世は体調を崩し政治運営がままならなくなったため、王太子が代わって国政に関与するようになり、ウェールズ平定の功績が大きいこともあり、人気が高まっていた。 百年戦争で休戦中のフランスに対する外交で、ヘンリー四世と王太子夫子は対立、内乱で混乱しているフランスへの軍事介入に慎重なヘンリー四世に対し、王太子は来た、フランスへの積極的進出を唱えたため、1412年にヘンリー四世は補佐を行う評議会のメンバーを入れ替えて、王太子をはじめとする主戦派を更迭、次男のトマスなど、 自派の人間に交代させたため一時不死の中は悪化したがほどなく和解している。ただ、ヘンリー4世もフランス進出に意欲的な時期があった。1403年、自身の再婚をきっかけに、フランス北西部にあたるブルターニュへの介入を狙い、ブルターニュ公ジャン4世の未亡人、ジャンヌ・ド・ナバールと再婚する。しかし、 ヘンリー4世の意図を見抜いたブルターニュ貴族、オリビエド・クリッソンの計らいで、ジャンルとセンプトの間の息子たちはイングランドへ連れて、行かれないようフランス王室へ預けられ、ヘンリー4世への目論みは頓挫した。ジャンルとヘンリー4世との間に子供はいない。他の自責として、1406年、スコットランド王ロバート3世の死子ジェームズを捕らえ、人質とした。この時期のスコットランドは、 フランスとの同盟で油断できなかったが、内乱で分裂していた上、ジェームズの安全を考えるとうかつな行動を取れず、イングランドの脅威ではなかった。また1407年、父の三度目の夫人、キャサリン・スウィンフォードとの間に生まれた四人のイボテイマイたちが、将来の王位継承の不安材料となるため、キャサリンの子女の着出は認めるが、王位継承の権利は排除すると改めた。 1413年3月20日、リトアニア遠征の時にかかった伝染性疾患のため、ウェストミンスター人にて放御した。最後の状況は、ヘンリー4世が寺院内のエドワードザンゲ王の礼拝堂で祈っていたところ、発作に襲われそのまま放御したとされ、そこに飾ってあったリチャード2世の肖像画に見つめられていたと言われる。遺言によりカンタベリー大聖堂へ埋葬され、 王太子がヘンリー5世として即位した。最初の妻メアリーとブーンとの間に五男二乗も受けた。二番目の妻でナバラ王カルロス2世の娘ジョン・オブ・ナバールとの間に子はいない。ヘンリー4世から言葉んくもり、P164P165、P184P186、川北、P111P112、ロイル、P56P60、君塚、 P151P152 森 P166P169 エチュベリー P61 川北 P112P113 木戸 P64 ロイル P74P82 君塚 P152P156 森 P186P187 ロイル P83P87P92 p424 森 p187 p189 ロイル p93 p97 森 p189 p190 川北 p113 p114 ロイル p97 p107 北 p115 p116 木戸 p102 p110 ロイル p107 p111 君塚 P156P159 森 P198 エチュベリー P61P62 ロイル P100 川北 P113P114 ロイル P107 森 P179 ロイル P88 森 P190P192 ロイル P118P119 君塚 P159 ありがとうございます。